黄昏れてく。ふう街よ、おう悔いはないか。今地平線に残された美しき空の儚さ、誰かの背中みたいに見えるぜ。何も変わらぬ二人のままで、いついつの日かもう一度会おう。夢を Give it to me, 藤本三四郎。うつむいてく、ふう心欲しいものは Yes love、 もし涙にこんなに悲しくなんてないだろう。いつの日かお前にもわかる。一人きりでは生きられない。いついつの日かお前にもわかる。愛に気づいた、その意味を。皆さん、今日は本当に、最後までお付き合いいただいてありがとうございました。県内6カ所目前代未聞の群馬ツアー、皆さんのおかげでなんとかやり遂げることができました。全県で5000人ぐらいの方に音楽を通じたメッセージをですね届けられたっていうことになります。
本当に今日ファイナルだったんで、特に今日皆さんに大勢来ていただいたこと本当に嬉しく思ってます。もう立って見ている方、そして外でモニター見ている方、会場に入れなかった方、この方々には改めてお詫びを申し上げたいと思いますが、本当に今日私は、このファイナルのステージ幸せでした。過去4回の、実は政経セミナーのライブでは来年の選挙のことはですね一切話してきませんでした。でも今日はツアーの最後なので、来年の選挙について私が何を考えているのか、その本当の気持ちを今日高崎だけではなくて、県内各地から駆けつけていただいた皆さんの前でお話をしておきたいというふうに思ってます。来年の7月に参議院選挙があります。参議院議員として改選を迎えます。私にとっては参議院では5回目の選挙ということになります。皆さんご存知だと思いますが、さっきこの河野太郎外務大臣が非常に不注意な発言を繰り返してましたけども、来年の7月群馬県知事選挙もおそらく同日で行われることになっています。正直に言いますが、この数年間群馬県内をずっと回っていると、あちこちで市田さんと、もう国会議員20年もやったんだからいいじゃねえかと、そろそろ群馬県に戻ってきてくれないかと、そういう実はことを言われるようになりました。メディアの、特にですね、メディアじゃないや、この講演会、今県内に70あるんですけども、山本にした講演会の中では、来年の7月は参議院選挙じゃなくて知事選に出てほしいと、こういう声が日に日に強まっているという気がします。知事選どうするんだいと、そう言われるたびに皆さん、私ずっとこう答えてきたんですね。私は群馬県で生まれて群馬県で育ちました。まあもう見ての通り欠陥だらけの、欠点だらけの人間です。不注意だし、そそっかしいし、同じか不注意とそそっかしいが、こういう自分でも群馬県に帰ってきてほしいと、そういうふうに言っていただけることは本当に嬉しいし光栄だと思いますと。でも私一応国会議員として志を立てましたと、国のため、日本のために、あるいは群馬県のためにまだまだやり残したことがありますと、やりたいこともありますと、だから次も国会議員として、貢献をさせてください、そうずっと答えてました。実は苦しい時にも応援してくれた支持者の方々、30人が署名入りの嘆願書というのを、この間届けてくれたんですね。そこにはなぜ群馬県に戻ってほしいか、切々とした思いが書かれてました。そこで少し言い方を変えました。今知事選に出ることは全く考えていませんと。参議院選挙を目指して粛々と着々と準備を進めていきますと。しかしながら政治に 100% ということはありません。こういうふうにずっと言ってきたんです。手紙をいただいた皆さんの気持ちに応えるためにもそれが必要だと思ったんですね。実は次の知事選びをめぐっていろんな、動きがありました。誰を批判するつもりも全くありません。でもその中でいろいろ思うことがあって、10月下旬のブログにこう書きました。基本的に来年の7月参議院選挙に出る基本方針は変わっていないと。でも可能性が低くても初めて知事選に出るという選択肢も考え始めたって書きました。そしたら上毛新聞の次の日一面になってしまいました。ブログ書いただけで一面になってしまいました。秘書から電話あって、3、4段ですって言うから大したことないと思ってたら、白抜きでめちゃくちゃ目立つ記事でした。もう問い合わせが殺到した。もう本当に皆さんにいろいろとご心配をおかけした、お騒がせしたことはお詫びしたいと思います。その後ずっと毎日この参議院選挙と知事選挙のことについて考え続けてきました。今日朝の上毛新聞にちらっと出てましたけども、皆さんこれからはもう全て白紙にして考えたいと思います。来年7月の参議院選挙に出るのか、それとも知事を目指すのか、 50% の確率で半々だと思ってます。もう頭を真っ白にして本気で考えてみたいと思います。これから1ヶ月以上かけて県内ずっと回ってきます。70の講演会の講演会長さん、講演会の皆さんの意見も聞かなきゃいけません。そして
コンビニでも、会社でも、工場でも、そして田んぼでも、県民の皆さんの声を一つ一つ拾ってみたいと思うんですね。農家のおばあちゃん、商店街で頑張っているお母さん、サラリーマンとして頑張っている皆さん、同僚の議員たち、こういう人たちが群馬県の未来にどういう望みを持っているのか、期待を持っているのか、そういうことを聞いてみたいと思います。皆さんが次の知事にどういう役割を期待しているのか、それをしっかり自分の耳で拾いたいと思っています。そして独自の世論調査ももう実は準備しました。ちゃんと世論調査もやります。そして本当に県内に山本一太待望論があるのかどうか、これをしっかりと見てみたいと思います。その上で皆さん、自分が例えば知事になれたとしたら、果たして高崎のために、正門のために、群馬県全体のために何ができるのか、これを考えたいと思うんですね。だいたいこんな欠点だらけの人間が群馬県の知事にふさわしいのかどうか、そういうことも考えたいと思います。これから4年間は皆さん、群馬県にとってはものすごく大事な命運を決める4年間だと思っています。この4年間、もし知事を目指すんだったら、もう中途半端な覚悟ではできません。もう本当に覚悟が必要だと思っています。たまたま4回参議院選挙やった、全県1区で皆さんのおかげで全部ぶち入れ当選した、知事選挙に出ても当選できるんじゃないか、万が一そういう気持ちで知事選挙に出たら、これはもう県民の皆さんに本当に失礼だと思ってます。私が決断するときは自分しかできない、必ずこれを群馬県民の皆さんのためにやってみせる、あふれるような情熱とやる気と具体的な構想を示せる、そう思ったときに決断をしたいと思います。12月中には結論を出して、記者会見を開いて発表したいと思います。真剣に考えた末の結論なんで、どっちの道を選んでもきっと支持者の方には理解していただけると思います。今日お集まりもいただいた皆さんに一言お願いをしておきたいと思います。どっちの道に行っても当選できるかどうか分かりませんけど、どっちの道を選んでも一生懸命このふるさとの発展のために頑張っていきたい、皆さんのために仕事をしたいと思ってます。不器用だし、欠点だらけだし、とにかくもう失敗ばっかりの人間ですけど、あのテーマソングにある皆さんのちっちゃなヒーローになれるように、その時はどっちの道を選んでも頑張っていきたいと思います。皆さん、どっちの道を選んでも応援していただけるでしょうか。ありがとうございます。この拍手が何よりも私の勇気です。勇気100倍です。今日は本当にありがとうございました。皆さん、本当に本当にありがとうございました。皆さんをお送りしたいと思います。入れなかった方もいるんで、
後で本当に皆さんを待ってお詫びしなきゃいけないと思ってます。本当に皆さんありがとうございました。そこで お見送りをさせていただきたいと思います。それでは本当にありがとうございました。群馬ツアーこれで終了いたします。ありがとうございました。